メルセデスベンツ W25 はドイツの自動車メーカーダイムラーベンツが開発したフォーミュラカー。1934年より施行された 750kg フォーミュラに適合するよう開発された。ドイツ製レーシングカーの代名詞であるシルバーアローの由来となったマシンの一つである。1931年から1933年にかけてグランプリレースは 車両規定自由の状態で行われたが、国際自動車公認クラブ協会は、乾燥重量 750kg 以下、車体の幅 850mm 以下、最短レース距離 500km などを趣旨とする新規定を作成し、1934年より施行すると発表した。メルセデス・ベンツは、世界強行の影響で一時モータースポーツ活動を休止していたが、 新規定発表を受けて、ニューマシン W25 の製作に乗り出す。元レーサーのマックス・ザイラー設計本部長がプロジェクトを統括し、ハンス・ニーベルとマックス・バグナーが開発を担当した。二人は旧ベンツ系の技術者であり、初めて時速時速 200km の壁を越えた、ブリッツェン・ベンツやミッドシップレーシングカーのシソタル・ベンツ・ドロップ・フェンワーゲンをデザインしていた。 新規定は重量制限によりエンジン排気量を 2500cc 程度に制限し、スピードの上昇を抑制することを意図していた。しかし、W25 は徹底的な軽量化によりスーパーチャージャー付き 3360cc354PS エンジンを搭載し、最終的には 4740cc473PS にまでバージョンアップし、 1934年から1937年にかけて自国のライバルアウトウニオン P ーワーゲンとクランプリレースやスピード記録挑戦でしのぎを削った。時の国家社会主義ドイツ労働者等は、ニメーカーのレース活動を資金援助しドイツ製品の優秀さを誇示するものとしてプロパガンダに利用した。アドルフ・ヒトラー首相はヨーゼフ・ゲッペルス宣伝大臣と共に ダイムラーベンツの工場を非公式訪問し、製作中の W25 初号車について説明を受けている。W25 は1934年から1935年にかけて10台が製造され、1936年にはショートホイールベース版の6台が製造された。分類上、1934年型を W25A、1935年型を W25 バイト1936年型を W25C と呼ぶ場合がある。フェルディナント・ポルシェが設計したアウト・ウニオン・ P ・ワーゲンが V 型16気筒エンジンをミッドシップマウントしたのに、対しメルセデスは伝統的なフロントエンジンリアドライブ方式を選択した。M25 エンジンはルーツ式スーパーチャージャー付きの DOHC4 バルブ直列8気筒エンジン。 段階的に排気量が拡大された。後日の1937年アブス連年では 625PES を発生する M25 ダブエンジンや後継者 W125 用の M125 エンジンを搭載して出走した。2009年グッドウッドフェスティバルオブスピードにてジェンソン・バトンの乗る W25 シャーシはボックス断面のラダーフレーム構造。 パワフルなエンジンを搭載するため、各部に軽減口を開け、アルミニウム製ボディを仮装するなど、細部にまで軽量化が図られた。設計者のニーベルはタイプ172量産車として、初めて四輪独立喧嘩サスペンションを装備しており、レーシングカーの W25 でもこの方式を採用した。フロントはダブルウィッシュボーンに横を聞こえるスプリング。 リアはスイングアクスルに横置きリーフスプリングを組み合わせた。ロッキード製の油圧ドラムブレーキはレーシングカーとしては画期的なものだった。1935年にはリアのスプリングをトーションバーに変更しディファレンシャルギアに ZF 製のトルク間応式リミテッドスリップ機構が取り付けられた。1936年には ホイールベースを 265mm 短縮し、リアサスペンションをドディオンアクスルに変更した。参戦初年度 W25 はヒルクライムを含む10のメジャーレースに出場し、4勝を記録した。前年度の問題点を修正して臨み、八区の快進撃を演じる。11のメジャーレースで9勝を記録し、うち6勝を挙げたカラツヨーラは、 ヨーロッパドライバーズ選手権のチャンピオンとなった。は、選手権対象グランプリ1936年、ハンガリー GP にて、ルドルフカラかオーラの乗る、W25。シーズン序盤に2勝を挙げるも、エンジントラブルの頻発、ロードホールディングの悪化など、車体開発が裏目に出て、不本意な結果となる。ショートホイールベース型が不調なため、前年の旧型も使用された。 ヨーロッパドライバーズ選手権はアウトウニオンのエースベルント・ローゼマイヤーに奪われた。は、選手権対象グランプリ1937年アブス連年にてマンフレード・フォン・ブラウヒッチュの乗る W25 ストリームライナーがバンクコースを走行する。この年のワークスマシンは新型の W125 だったが5月30日のアブス連年には W25 のシャーシを流用した。 超高速使用者も4台出場した。このレースはフォーミュラリブレとして行われたので、タイヤを覆った流線系ボディを装着した。優勝者ラングの記録した平均速度時速206、1934年のシーズンオフには C クラスの世界速度記録に挑戦するため、W25 のエンジンカウルをモディファイしたレコルトアーゲント、クローズドボディ化したレンリムジンが用意された。 10月にハンガリーのジオン街道で行った最初のトライアルでは、電離無人のコクピットカバーが風圧で吹き飛ぶというアクシデントに見舞われたものの、カラツヨラのドライブにより、フライングスタート 1km、時速 317.460km、フライングスタート1マイル、時速 316.592km、スタンディングスタート 1km、 時速 188.656km という3つの新記録を樹立した12月にアブスで行った2度目のトライアルでもスタンディングスタート 5km 時速 311.985km という新記録を残した。元来当時のグランプリは参加する車両の国籍が判断しやすいようにナショナルカラーという概念がありドイツ国籍の車両は 白で塗装することと決められていた。よって、本来、白である車体の色を銀にした経緯にはいくつかの小説があるが、その小説の中で最も有名なのが、メルセデスベンツ W25 を由来とした説である。1934年5月27日、3代の W25 がアブスレンレンの予選に登場したが、マシントラブルのため決勝には出場できず、 デビュー戦は6月3日のアイフェル連年に持ち越された。その前日の車検で車重が規定の 750kg を 1kg オーバーしていることが判明したが、無駄を一切省いて設計されたため取り外せる部品がなかった。チーム監督、アルフレート・ノイバウアーは、マンフレート・フォン・ブラウヒッチュのこれではみんなが顔に泥を塗られてしまいますよという嘆きを聞いて、塗るという言葉にひらめき、 給与の策として、ボディの塗装を剥がす、要指示。徹夜作業で、白いナショナルカラーの塗装を削り落とし、辛くも、再計量を通過すると、フォンブラウヒッチュのドライブにより、見事デビューインを果たした。このマシンは、アルミ地肌の銀色だったことから、以後、メルセデスのワークスマシンは、銀色のボディカラーを基調とするようになり、ドイツ語で、銀の矢を意味するジルバープファイル英語では、 シルバーアローと呼ばれるようになった。ただし、この説は1958年に出版されたノイバウアーの電気に基づくものであり、その電気が登場するまで、シルバーアローという名前の由来も特に触れられなかった。また、1932年すでに、シルバーアローと呼ばれていたことを、マンフレーット・ホン・ブラウヒッチュ自身も認めている。また、1934年のアブスレンにて、 メルセデスとアウトウニオン両方のチームがエントリーしたが、メルセデスは燃料系トラブルのため結局3台ともスタートできなかった。一方、アウトウニオンも銀色の車体で P ワーゲンのタイプ A を3台でエントリーし、うち2台がリタイアしたが、アウグストモンベルガーが3位表彰台を獲得している。さらに、ノイバウアーの電気ではアウトウニオンの車両に対して銀の魚を意味する。 ジルバーフィッシュと呼んだが、現在では、どちらの車両もシルバーアローの起源とするのが、定説であり、ゴードン・ベネット・カップレースから続いていた、ドイツのナショナルカラーが変更された契機とも言える。また、アブス連年における、レースの翌週となる6月3日に開催された、アイフェル連年にて、車体重量が 1kg オーバーしていたために塗料を落としたとの説であるが、このレースでは、 すでに新ルールに準拠した車両の準備ができていたとして、問題なくレースに参加しており、本当に車体重量に問題があったかは疑問が残る。そもそも同年のアイフェル連年は、重量制限のないフォーミュラリブレで開催されており、車体重量が問題となること自体がありえない。また、アイフェル連年において、スペアタイヤを取り付けた状態で、車体軽量に臨む写真が見つかっている。 750kg ーミュラでは、スペアタイヤを取り外して計量することが認められていたため、重量をオーバーしていたのなら、わざわざ一晩かけて、塗料を落とさなくても、スペアタイヤを取り外すだけでその場で解決できてしまう。このため、この伝説は実話であるとは考えにくい。ありがとうございます。